Hi, it's Yumi again. 皆さん、こんにちは。English Bootcamp の Yumi です。前回の Let It Go ですね。アナと雪の女王、Frozen。これの、テーマソングの Let It Go っていう、こう、まさにタイトルなんですが、サビの部分ですよね。Let It Go, Let It Go っていうところ。これの音の、まあ、解説みたいなのをしたんですけれども、今日はその続きで、このレッド、それから目的語、それから、動詞というパターンの、この刺激動詞の構文がですね、この歌のこの歌詞にすごいメインで出てくるので、で、またこの発音ですよね、非常にこれポイントとなってくるので、ここがうまく言えればこの歌上手に歌えますのでね、今日はそのレッドの方の解説をしたいと思います。で、let の t の音ですね。この t で終わる単語っていうのは、必ずしも、let みたいに t っていうふうに発音しないっていうお話を前回しました。で、その後に母音が続くときっていうのは、母音とつながる、リエゾンするので、it が来るときは let it みたいにつながるんですよっていうことでした。今回は it ではなくて them ですよね。子音なので、じゃあ、つながらない。うん、そうなんですよ。つながらないんですよ。ところがですね、このレッドの t の音は、チッって、に舌を上あごにこう、パスッとつける感じの音で、them は th の音で、the っていうふうに、これもね、舌を上あごにつけるんですよね。ってことは、t の音と th の音って舌の動きが似てるんです。なので、let them っていうふうに、let them っていうふうにやると、なんか、舌を2回動かすことになるので、話しにくい、ということでですね、ここで、ちょっとしたリダクションですね、音が、本来の音がなくなっていく現象というのが起こります。let them ではなくて、let them です。let の t に行くつもりで、そのまま th them に行ってください。ここの部分ですね、歌をね、聞いてみるとわかると思うんですが、Don't let them in, don't let them see っていうふうに歌ってます。で、Don't の t の音はなくなってますね。これ、いわゆる寸止めというふうに私は呼んでるんですが、t で終わってるんですが、Don't let them っていうふうにやってると、Don't let them in っていうふうになって、本当にパスパス切れたような感じになっちゃいます。なので、don't の t の音はもう発音しない。発音するギリギリぐらいで止めてください。で、そのまま、n の下の状態から let まで行きます。don't let です。で、今度は let の t の下に行く感じで them の th に行きます。なので、don't let them となります。ここ、don't let them が3回来ます。don't let them in, don't let them see. それから最後に don't let them know というのがあります。で、比較的ゆっくり歌ってるので、練習すればね、同じようにちょっと変ですが、まあ、歌唱力は置いといてですね、英語に関しては同じように歌えるようになると思います。ポイントは、繰り返しますけれども、この t、語尾の t をチッチッって発音しないことです。これね、発音しちゃう癖がある方っていうのは結構多いです。don't let them みたいな感じでね。そうならずに don't let them, don't let them in, don't let them see です。be the good girl you always have to be っていうに、次来ますけどね。ここは長い、ですが、で、次に conceal don't feel っていうふうに don't feel っていうふうにまた don't が来ます。don't ってやらずに don't feel っていうふうに t は寸止めにしてくださいね。この寸止めの t っていうのは、慣れればそんなに難しくはないんですけれども、すべての t の音を t で終わるね、単語を t っていうふうに発音する癖がついちゃってる人っていうのはちょっと強制するのに、自分でちょっとこう意識しないとなかなか治らないです。で、こういうふうに歌を使うと、チュッチュッってやってると、もう、メロディーについていけなくなっちゃうので、強制しやすいです。なので、普通に音読やってても、こういうね、自然な英語っていうのはなかなか身につかない。
強制できないっていうような人は、こうやって歌をね、使ってください。このアナと雪の女王のこの Let It Go という曲は、この Let It Go と Don't Let Them In, Don't Let Them See っていうね、この Let Them っていう、音のつながりを練習するには最適の曲なので、ぜひぜひこの曲をカラオケとかでね、歌えるぐらいまでね、仕上げて練習してみてくださいね。まあ、他にもね、たくさんポイントあるんですけれども、今日はもうお時間が来ちゃったので、ここら辺で終わりにしたいと思います。また音声解説したいと思いますので、楽しみに待っていてください。OK? See you next time! Bye bye!